岐阜メディアコスモス1階天井に展示されている岐阜和産岐阜和産は岐阜県岐阜市特産の和産。岐阜の伝統工芸の一つである岐阜市加納地区が主な生産地で傘を広げた干し場の光景が岐阜和産の町を実感させている。1992年3月30日には岐阜県郷土工芸品に指定された。 1950年時点の製造業者の分布原料と作り方以下のように専門的な職人の手により大きくは10、細かく見れば100もの分業によって生産されてきた。骨は間だけを非常に細く割り裂いて作られる。竹には斜めに印をつけて順番がわかるようにしておき、仕上がった時にもう一度傘全体が元の竹のように細身にきれいに揃うようにする。 開いて、上に紙を貼れる親骨と、柄と親骨を支える小骨がある。親骨の中節のところと、小骨の二つに咲いた先端の、両方に小穴を開けておき、親骨を小骨で挟み込んで、穴の間を、木綿糸を通して繋いでいく。柄脇、竹などが用いられる。頭と手元に二つのろくろが原料が上下に、差し込まれる。六くろに、スリットと横穴を開けておいて、 骨とはまだ糸で繋いでいく。紙を貼るときは、親骨は180度開くが、はじきを一つか二つつけて、斜めに開くストッパーとする。かつては丈夫な超原料とした丈夫なみの和紙の森下紙などが大量に使われていたが、和紙や障子紙の需要が減少したことで、和紙の産地自体も衰退した。現在は各地の和紙産地からも仕入れられている。 抜き紙で骨を等間隔に揃え、扇形にカットした紙を順番にのり付けして貼っていく。仕上げ、畳み込み、油引き、漆掛け、飾り糸、遠巻き、頭紙、製品の点検などを行う。和算作りの工程と、植名1639年、松平丹波森光絵が、加納藩の三代目の藩主となり、元の領地の証から傘職人を連れてくる。 1756年や、度重なる水害による、財政難のため、下級武士に和産の内食を進めるとともに、藩の特産品として豚屋を通じて江戸などへの、大量の出荷する体制が確立される。明治以降も、和産の全国シェアは2から4割を占めてきた。ピークは1950年頃で、1200万本とも1600万本とも、言われる。 直後から洋画祭と大きく転換したために和山の需要は急激に減少してきた。現在は歌舞伎や踊り、全国の祭りなどのイベント洋画種となっている。骨やろくろなどの部品を供給できるのは岐阜だけであり、部品を繰り込んだものを出荷している。和山の需要の減少や職人の高齢化、原料の不足などの厳しい状況の中、和山の生産の存続が危ぶまれるところもあるが、 若手の職人が新しいデザインの和山を作成して好評を博することも起こっている。桜和さんは2019年1月に映画メリー・ポピンズに主演されたエミリー・ブラントにプレゼントするため制作された。日本の桜をイメージして3種類の実の和紙を使用して税を尽くした和山である SNS で話題となった。 歌舞伎や日本舞踊などの伝統芸能に使用されたり、各地域の伝統行事に使用されることもある。儀式などのために制作を依頼されることもある。日本各地の和産で有名な産地の多くは、部品供給などで岐阜からの支援がなければ継続が困難な状態である。昭和38年にアメリカの企業からの発注で、直径5.7メートルの巨ヤマトが制作された。 制作当時は日本一の大きさとされたが、その後長野県の足馬さんや大分県の中津和さんに抜かれている。終繕後、岐阜市歴史博物館に現存展示されている。ありがとうございます。